はい、冬紙ニュース2023ってことでね、ちょっとあの巻き返していかなきゃいけないの9月1日号なんですけども、やっていきたいと思います。まあ、というわけでね、今回もまあ、この前後のね、9月1日までの1週間の4つのニュースを取り上げていこうということになると思います。まずは新潟2歳ステークス、アスコリピチェーノが人気に応えて一番人気で勝利をしました。まあ、サンデーレーシングさんの馬ですね。まあ、サンデーレーシングノーザンファームの育成力っていうのを考えるとね、まあ、どの馬を出してくるかな、まあ、新潟2歳ステークスで、まあ、それなりに賞金稼げるだろうっていう馬、まあ、もっと言えばね、重賞で今後、まあ、重賞戦線に行ける馬っていうのじゃないとなかなか重賞に出しづらいんですよね。まあ、っていうのもね、まあ、それで大きく賞金加算してしまったがために、それゆえにね、逆にその後昇級 してね、あのまだ1勝クラス1個勝ってきただけの馬相手にしか勝ってってないにもかかわらず、今後オープンで小馬になっても走らなきゃいけないというのは逆に十字架になったりもするんでね、まあ、そういう意味では、まあ、ノーザンさんが、まあ、サンデーレーシングが素質があると認めたからここに出てきたって考えたらね、まあ、信頼と実績みたいなところを考えるとね、まあ、そりゃもうノーザンが出してきた時点で軸にしたくなるし、まあ、この結果も当然かなみたいなところはあると思います。まあ、そんな中ね、逃げた湘南マヌエラが2着に粘って、まあ、この馬に関してはだから、まあ、他の馬とはね、別の展開で走ってたんでね、この後どうかっていうのはなかなか言いづらいんだけれども、まあね、これでニュースと言いつつ上げるのが遅れた分、このね、3着、4着、5着馬あたりがね、次のレース出てきてそこそこ頑張っていることを考えると、まあ、今年の新潟2歳ステークスはレベルがそこそこ高かったのかな、みたいなところは言えるところ、まあ、その中でね、まあ、だから 3着の4番人気グリーンエアあたりも、まあ、この後ね、11月あたりデイリーハイとか出てきそうですし、まあ、アスコリピチェーノは阪神ジュベナイルフィリーズ直行ってことでね、まあ、このあたりの次走っていうのは、まあ、今後、まあ、注目していくべきなのかなというふうには思います。まあ、そして、キーンランドカップはナムラクレアが1番人気で勝利を収めました。まあ、ここをね、叩いてスプリンターズステークスでも、まあ、上位に来たわけだけれども、まあ、芝の短距離のね、ミッキーアイルの3区、まあ、ミッキーアイルの牝馬、まあ、みたいなのはね、一つ定説みたいになりつつあって、まあ、ミッキーアイル3区の重賞勝ちのほとんどが、まあ、芝短距離の牝馬。ボバの活躍馬は逆にダートの中距離みたいなね、なんか不思議な傾向がある。とはいえ、まあ、ミッキーアイルの牝馬でね、重賞クラスまで行った牝馬もまだ、頭数としてはそんなに多くないんでね、まあ、偶然だぞっていう側面があるのか、まあ、それともね、気象面、ボバ、牝馬のそれぞれのね、気象面との兼ね合いでそういう風になりやすいのかみたいな感じ。まあ、ね、ここで強さを見せた、まあ、この馬に関してはね、これまで見せたパフォーマンスで一番人気、まあ、そしてそのパフォーマンス通りに勝ったと、まあね、G1 でも上位のところを証明しているという感じですかね。まあ、そしてね、2着のシナモンスティックが ね逃げ粘る感じで、まあ、この馬が人気薄だった分、ちょっと配当が上がったんですよね。まあ、逃げて粘ったぐらいの感じのレースでね、まあ、これもだから、平坦で逃げて粘れても、逆にまあ G1 行ったらしんどいしね、まあ、こんな、ね、妥当な結果かなっていうかね、まあ、今後、まあ、一応注目しとこうかと、まあ、そういうタイミングでね、また逃げて、馬が良さそうなタイミングで注目しとこうかぐらい。そしてね、東進マカオがね、3着に来てね、4歳馬、1、2、3、まあ、強い4歳世代なんて言われますね。まあ、東進マカオの場合はね、まあ、もともと3歳児は素質が評価されてたけども、まあ、3歳のこう、筋量の有利さがあるときっていうのは、まあ、さらに2キロ減がある牝馬の方がね、まあ、結果を残しやすかったりして、まあ、あれだった分、今後の逆転があるのかなと、まあ、食い下がってきたし、追いついてきたし、まあ、今後の逆転があるのかな、みたいな風には思っています。まあ、そしてね、一応サッカーの話題の方行きますか。ヴァンフォーレ甲府、ACL の組み合わせ抽選が行われて、メルボルン、ブリーラム、セッコーと同じ組となりました。まあ、オーストラリア対中国ですね。まあ、韓国あたりと同じ組になる確率が4分の3であったの、ここ外したのがね、ちょっと、1個は遠征行っておきたいな、みたいなことの中では少しマイナス要素。で、アウェイ、オーストラリア、ビザとか、こうね、そういう国交とかの問題では行きやすかったけど、まあ、距離は的には離れてるとこがね、ACL 初戦でアウェイになっちゃってね、これはこれで、ね、ちょっと急すぎたな、みたいなところ。まあ、中国もビザが必要だし、まあ、行けるとしたらタイかな、まあ、
タイのね、あの応援ツアーが出るとかって言っておきながら、まだあの発表されてないみたいな状況だけれどもね、そんな感じになっています。まあ、ACL に関してはね、まあ、本当正直、ね、去年 J218 位、今年もまあ7位とかそんなチームですから、まあ、J11 位、2位、3位と天皇杯優勝チームが出る。まあ、そんな中でね、まあ、要は J リーグでも上位のチーム、各国のリーグの上位のチームが出てくるのを相手にするって考えたときに、うん、まずは1点を取ること、まずは勝ち点を取ること、できればか、あの、国際試合初白星、できれば海外初白星、みたいなところがね、まあ、やっぱり、まあ、最低限というかね、まずは当面の目標になってくるところを、まあ、ね、あとは海外初白星達成してくれれば上出来って言いたいところだけど、まあ、第1戦、第2戦終わっちゃってからニュース上げてるからね、まあ、こうなってくるとちょっと欲目がさらに出てきたけれども、まあ、まずはね、一個一個積み重ねて、海外初白星、これ欲しいね、という感じでね、まあ、頑張ってもらいたいと思います。まあ、そしてね、この期間に関してのね、J リーグの方の試合、試合終了間際の失点で山口に負けました。まあ、山口もね、まあ、残留争い真っ只中だった山口。まあ、このね、動画上がる時点でもまだ、あの、JS リー降格の可能性が残っていますというね、山口に対してね、2回リードを許して、まあ、2回追いついて、まあ、粘りは出てきましたね。あの、このね、時期の、なんていうか、夏の勝ちきれない時期、毎年あるねっていう中から、まあ、粘りが出てきた。2回リードを許したけど、良太郎、そして三平がゴールを決めて、2対2でのね、後半45分に決勝ゴールを許してしまった。まあ、そういう意味ではね、もう本当最後踏ん張れないみたいなのがね、続いちゃってて、まあ、天皇杯でも J2 の中ではね、かなり最後の方まで、4回戦まで勝ち上がっていて、夏場にね、7月、8月ウィークデーに2試合余計にあったし、このあと ACL で6試合、まあ、第4戦がもう、一応リーグ戦は、のね、まあ、最終節あたりになるから、まあ 4試合、まあ、プラス昇格プレーオフの合間に ACL さらに2試合みたいな感じで、ね、入ってくるし、まあ、甲府がね、過密日程のせいっていうのもあるんだけれども、まあ、ちょっと最後一つ踏ん張りきれない試合が続いてるっちゃ続いてるからね、まあ、なんとか、まあ、とはいえ今回は2点、2回粘れたってあたりをね、あのポジティブ要素と見て、まあ、次以降につながっていくんじゃないかなっていうのがね、見え始めた試合だったということにはしておきたいと思います。まあ、こんな感じかな。以上、あっちでした。